シエナのピッコローミニケト書室のフレスコが、議会に出発するアエネアスシルイウス、ピッコローミニピントリッキオ、または、ピントリッキオことベルナルディーノ・ディベットは、ルネサンス期のイタリアの画家。ピントリッキオはベネデットもしくはベッド・ディブラージョの、子供として、ペルージャに生まれた。おそらく、ベネデット・ボンフィリやフィオレンツォ・ディロレンツォといったあまり、有名ではないペルージャの画家たちの下で修行を積んだ。 ものと思われる。ジョルジョ・バザーリによると、ピントリッキオはペルジーノの助手をしていたという。ルネサンスのペルージャ派の作品はどれもよく似ていて、ペルジーノ、ピントリッキオ、ロスパーニャ、それに若い頃のラファエロの作品は、別の画家の作品と間違われることが多い。巨大なフレスコ画を制作するときには、師匠の描いたスケッチを、実物大の死体に拡大するとき、 壁に下絵を写すとき、あるいは背景や装飾品を描くとき、弟子や助手が重要な役割を果たしていた。キリスト皇坦サンタマリアデル・ポポロ教会デッラ・ローベレ、礼拝堂システィーナ礼拝堂で、ペルジーノのフレスコが制作の助手を務めた後、ピントリッキオアデッラ・ローベレ家の複数の人々他に雇われて、 1484年から1492年の間に一度仕事をしたことがある、ローマのサンタマリアデル・ポポロ教会の礼拝堂の装飾を手掛けた。最初に完成させたのは、トメニコデッダ・ローベレ・ス奇キ教が建てた西から一番目の礼拝堂の南面の祭壇画で羊飼いたちの崇拝を描いた。先頭でひざまずいている羊飼いは、ス奇キ教本人の肖像画でもある。 マルテン城の下のルネットには、聖ヒエロニムスの生涯からいくつかの場面を描いた。インノセンツォシーボスーキ教が建てた2番目の礼拝堂に、描いたフレスコ画は1700年に、アルデラーのシーボスーキ教が建て直した際に、壊されてしまった。南側にある3番目の礼拝堂は、ローマ教皇シクスティス4世のおいで、後に、教皇ユリウス2世になる。 ジュリアーノ・デッダ・ローベレの兄弟である、ソラ公爵、ジョバン・ニ・デッダ・ローベレのものである。ここには、四人の聖者たちと玉座の聖母を描いた、美しい祭壇画と、西面には、聖母秘書店の堂々たるフレスコ画を制作した。マルテンジョとルネットは上品なアラベスクの縁取りと、聖母の生涯を描いた絵で装飾し、さらに大道には、聖者たちの生涯を描いたモノクロームの絵と、 預言者たちのメダイオン、さらにルカ・シニョレリの影響がたどれるかもしれない、優雅で力強く描写された、等身大の女性像を描いた。4番目の礼拝堂には、マルテン城のルネットに四大ラテン恐怖を描いた。そのほとんどは、湿気で相当に傷んでしまったが、復旧されて、現在の状態は悪くない。ピントリッキオがこの教会で最後に作ったのは、 後方の聖火体積の丸天井のフレスコ画に贅沢なデザインの装飾品で熟練した技術で周りの景観と合うように配置されたラインを持っている。中央の八辺形のパネルには聖母体感の絵を描き、その周りには四人の福音記者のメダイオンを配し、その間のスペースは四人の巫女の大画像で埋めた。ペンデンティブには四大恐怖の絵が一人ずつ。 天外付き壁岩の上に描かれ、それらの絵を分ける帯には、金字の上に複雑なアラベスクを施した。全体を太く効果的な筆で描いたのは、かなり距離のある下から見た場合美しく見えるように、配慮したからである。四つの部分からなるシンプルな丸天井の装飾はこれ、以上のものはないくらい美しい。ピントリッキオはこの時ローマで、サンタマリアン・アラチェリ教会のフレスコ画も、 制作している。1492年には、オルビエートに招かれて、オルビエート大聖堂に二人の預言者と二人の博士の絵を描いた。翌1493年、ピントリッキオは、ローマに戻り、教皇アレクサンデル6世に雇われて、アレクサンデル6世が建てたばかりのバチカン宮殿の6つの部屋の装飾を手掛けることになった。ボルジアの間と呼ばれる、この部屋は、 現在バチカン図書館の一部となっていて、そのうち5つの部屋には、ピントリッキオが熟練の腕で装飾した、連作のフレスコ画が今でも残っている。壁の上部と、丸天井は、絵だけでなく、レリーフの中に精巧な化粧漆喰細工が施され、その装飾デザインは、壁画装飾の良い手本である。各部屋のピントリッキオの仕事は次の通りである。なお、 6番目の部屋は、ペリーノ・デルバーガによって書き直された。ピントリッキオはこの仕事を弟子たちの助けを借りて、1492年から1498年まで、中断なしに完成させた。サンタマリアン・アラチェーリ教会ファリーニ礼拝堂の、セーベルナルディーノのフレスコがおそらく1497年から1500年に、かけて、ピントリッキオは、ローマ、 サンタマリアイン・アラチェリ教会の南西にある、ブファリーニ礼拝堂のフレスコ画を制作し、これは、現在も元の場所に残っている。デザイン、着想とも素晴らしく、最新の注意と、細やかさで仕上げられたものである。祭壇の壁の上には、シエナの聖ベルナルディーノに冠をいただかせる、天使たちと二人の聖者の絵と、その上部に音楽を奏でる天使たちに囲まれた。 マンドルラを背にしたキリスト像を左壁の巨大なフレスコ画にはセーベルナルディーノの死体によってなされた奇跡を色彩豊かにまたてっぺんには依頼人であるブファリー・ニケの人々の肖像画をそれぞれ描いた胸に子供を抱いた女性を中心に排した三人の女性像はラファエルの優雅さを思い起こさせる聖者の死体を取り巻く主だった人々の構成はジョットが フィレンツェのサンタクローチェ聖堂の喚下に描いた聖フランチェスコ像から想起されたものに違いない。マル井の4人の福音記者たちの気品ある絵は一般にルカ・シニョレリのものと言われるが、それ以外のフレスコ画はすべてピントリッキオの作であることは確かである。サンタチェチリア・イントラステベレ境界性具室のマル井には福音記者に囲まれた全能の神を描いた。 1496年には、オルビエートを訪れ、ドーモの聖火堆積に二人のラテン恐怖の絵を描いた。しかし、オルビエートの他の作品同様、ほとんどが破壊されている。この時の報酬は50ダカット金貨だった。ウンブリアでは、スペッロのサンタマリアマッジョーレ教会バリオーニ礼拝堂が傑作である。 ペルージャのサンタマリアで星教会の祭壇側1496年から1498年にかけて制作されたもので玉座の聖母と聖者たちが優雅な表現で細密に描かれている。背わりの翼には聖アウグスティヌスと聖ヒエロニムスの立像が描かれている。マチェラータのサンセベリーノの聖堂にあるひざまずく寄進者たちを見下ろす玉座の聖母を描いた。 祭壇側、ディテールの細かい点が似ていて、おそらく同じ頃に描かれたものと思われる。側にいる天使たちは、顔と表情の美しさにおいて、ロレンツォ・ディ・クレディア、レオナルド・ダ・ヴィンチを思い出させる。バチカンの絵画ギャラリーには、ピントリッキオの巨大な聖母体感のパネル絵がある。ひざまずく聖者たちの顔は何人かの肖像画である、ことがわかる。キリストの足元で、 王冠を受け取るためひざまずく聖母は大変優しく、美しい姿をしていて、下の方の集団は、見事な構図で、配置も優雅である。1504年に、ピントリッキオは、シエナ大聖堂のために、モザイクの床のパネル画をデザインした。フォルトゥナの物語、または、特の丘で、完成は1506年で、パオロ・マンヌッチによってである。パネルの一番上には、 ソクラテスに勝利の城の枝葉を手渡す知識が描かれている。ピントリッキオの作品は他に、アシュモレアン博物館、アンブロジアーナ図書館、クリーブランド美術館、コートウルードギャラリー、デンバー美術館、フィッツ・ウィリアム美術館、ホノルル美術館、ルーブル美術館、ボストン美術館、ナショナルギャラリー、ルスポリグー、フィラデルフィア美術館、プリンストン大学美術館、 バチカン美術館にある。イタリア出身のサッカー選手、アレッサンドロデルピエロはその意識も繊細で、芸術的なプレーから、しばしば、ピントリッキオに例えられ称賛されている。ありがとうございます。